私の年だと、もう母体も赤ちゃんの方もいろいろリスクがあって、うん、結構ギリギリの年なんだよね。いや、寒い。鍵閉めてね。寒い。寒いね。もっと人に優しくなった方がいいよ。私大概優しいと思うけどね。いや、とんだ勘違いだ。だからどうしてほしいのか言ってって言ってんじゃん。これで自分に優しいと思ってることがとんだ勘違いだ。いや、いいよ勘違い。どうしてほしいの。下ろしてほしいじゃん。それは人としてしたくない。下ろしてほしい。命だから下ろしてほしい。私の倫理観としてやりたくない。じゃあ俺の答えを下ろしてほしい。それはじゃあ君の答えはもう帰りたいでしょ。もう関わってほしくないでしょ。そうです。どっちかにしようよ。じゃあもうさ、完璧じゃない。私が帰ったらさ、もう下ろそうが下ろす前があなたの中で存在はなくなるんだから。なくならないじゃない。そこにあるのは俺の子供でしょ。じゃあ分かんないよ。じゃあ言うなよそれを。奥さんに思ったみたいにさ、嘘だと思えばいいじゃん。いやいや、ほんとヘリクツだな。ヘリクツじゃなくない。めっちゃ理屈じゃない私が喋ってるの。全然理屈じゃない。ヘリコツこね回してるぜ。ちょっと話があって。だからって起きてるの朝まで。大事な話だから。何生理来ちゃって生理が来ちゃいました。でしょ。でしょってどういうこと。やっぱりな。え、何それ。何が。え、やっぱりってどういうこと。いや。いや、私ちゃんと病院行ったんだって。だから。病院行ったの。うん。うんって何それ。え、何。いやいや、こっちが何だよな。一回じゃあ、お互い別居してさ。ただ正直な話、出ていくお金もないっちゃうないのは正直でしょ。悪いです。それは貸してもらえる。それは借りるの。それはしょうがない。何しょうがないって意味わかんないんだけど。ないんだかしょうがないで、それは。何なの、自分の希望だけ通すわけ。現実問題、お金としてないんだからしょうがないで、それは借りるしかないじゃん。だからないんだからいればいいじゃん、ここに。違うじゃん、だからそれは今別れようって、一回は距離を置きましょうって話をしてんだから、うん、で、お金が俺らとしてはないって言ってるわけだから貸しましょうって話じゃん。じゃあ私が貸さないってなったら、それは消費者金融的なことになってしまうじゃん。そしたら結局払うのは自分だよ。なんで私なの。おー、ひどくないこれ。ひどくはないよ、ひどくはない。そうなってしまうでしょって話だから、でしょ。だから貸した方がいいじゃん。じゃあそんなことになるなら別れた方がいいじゃんね。じゃあ別れよう。別れては貸さないで、消費者金融の方が。え？え？何？どういうこと？無理だよ。無理よ。だから無理だって絶対。無理よ。この関係は無理だよ。いや違う違う。お金的に無理だって。だから貸してくれればいいじゃん。やだよ。そんな。貸してくれればいい。本当か、返すからさ。いやちょっと信用ならない。返す。絶対返す。一回も返してもらったことないもん。絶対返す返す。無理絶対返す。てか無理だって、一人でやってるわけないじゃん。本当返すから。え、なんか当てるのもしあれだったら一回アスカ実家帰ればいいじゃん。なんで私が帰んなきゃいけないのよ。私が借りてる部屋なのに一回帰おかしいでしょ。一回だ、距離置いた方が絶対いい。実家帰ったら学校通うのが遠くなっちゃうでしょ。いいじゃん遠くても。うるさいな、何それ。じゃあ行ってくれよ。いやもううるさい。ほらここ抜かしてくれよ。どっちかして、本当もう自分がそっちになればいいじゃん。いや本当ないから、どっちかして。本当にうるさい。なんで私が今お金を貸してくれるか学校行くか。いやもうどっちも嫌。本当に嫌。マジでマジで。何も俺じゃあどうするの。俺どうするの。お金ない中、俺寒空の中、え、マックでずっと過ごすの。でもそこで寝ればいいじゃん。マックでずっと過ごすの。そこで寝ればいいじゃん、ベッドあるんだから。この状況がきついの。だから私のこの部屋にいなきゃいいじゃん。後ろの部屋行けばいいじゃん。いや一緒の空間がもうきつくなってきてんだからさ。うん、知らないよ。そんなこと言われて金出すと思ってんの。金貸して、だから返すっつってんじゃん。返すっつってんじゃん。信じられないそれは。じゃあ犯行だけ貸して。何それ。
とこない。こっち来ちゃって。泊まるとこなかったからさ。ああ。うん。そうなんだ。仕事？仕事行ってた。学校辞めちゃった。学校。あっさり。え？なんで？なんで？なんで仕事辞めるの？なんか続けてても意味ないかなと思っちゃった。やっぱりな、なんかそっか、そうなんだよな。まあ、うん、分かっちゃったけど。うん、考えたもんね。ああ、お腹空いたわ。なんかあるなんか一回なんか、うん。いや、ちょっと会長しかなかったからさ、お金がないかったからさ、食べにくかったからさ。何も食べてないよ。これ何か、言われたから、うん、アスカね、明日からヨーロッパ行こうと思って。わけが分からない。だからもう、わけ分からない。これ書いたから。どう、書いたから。どういう思考回路。マジでびっくりするよ。びっくりする。あと、引っ越しのお金も貸してあげる。ああ、いやいやいや、何を書いたのよ。離婚届は。いやいや、待って待ってよ。いやいや、いや、考えたんだよね。冗談みたいなもんじゃ、あれは。え、なんですぐそうなるの。ちょっと、だってもう話すのも嫌って言ってたじゃん。お腹空いた。いや、大ちゃんはアスカ何も考えてないと思ってるかもしれないけどさ、考えたんだよ、これでも、うん、考えたの、うん、で、うん、私言われた時ショックだったから、うん、やだ、別れたくないとかお金あげないとか言ったけど、うん、よく考えたら好きで結婚した人が、うんうん、もう私と別れたいって言ってるんだったら、それを送り出してあげるの。いや、違うじゃん、そうじゃないじゃん、そうじゃないじゃん、それは。それも短絡的すぎる。そうじゃないじゃん、だってそれじゃあ俺生活できないじゃん。だからこれ、これ引っ越し資金でしょ。そう、これ引っ越したとしても役所活動できないじゃない、これじゃ。やっぱり支えてもらわないとさ。なんか好きじゃなくなってきた。違うじゃん、そこは。好きじゃなくなってきた。ほら、結局な、そういうことだろ。そういうことだって。どういうこと？全部お前上辺、上辺、上辺？うん、そう、結局今まで言ってたこともそうでしょ。例えば本質はなかったってことでしょ。例えば、例えば、いろいろ、いろいろって何、分かんない。いやいや、だからお前はとりあえず働いてもらわないと困るんだって。一回学校やめない方がいいって。もうやめちゃったもん。だからとりあえず私明日から1ヶ月はヨーロッパ行くから、1ヶ月ここ住んでていいから。その間に、いや、昨日アレクシから電話があって。何、アレクシって何？20年前付き合ってたフランス人。意味が分かんない。意味が分かんない。パートナーと別れたんだって。だから私も話しちゃって。意味が分かんないよ、なんでそうなるの。なんでそこはアレクシが出てくるの。でもさ、こういう時にさ、20年前の彼もパートナーと別れた、まあ、フランス人だから事実婚だったんだけどね、別れたっていう連絡が入って、なんか意味があるのかなって思っちゃった。ないよ、意味ない。意味ない、そこに。意味はない。だからそれでさ、そういうことってやっぱ勢いないとできないからさ。いや、それで行ったところで何、2週間行くんでしょ。2週間行ったところで何、1ヶ月。はぁ、1ヶ月行ったところで何になるの。整理されるかなと思って。アレクシという人とその結婚するの？しない、アレクシとは何もしないよ。でしょ、じゃあ何なの？離婚届を出すまではそういうことはしかしない。なんなん、意味が分かんないよ。え？だこれは出さなくていいよ、だから。だから預けてるから。じゃあこれは出さない。言っていいよ、じゃあ。アレクシのところ行っていいよ。分かった。行って、戻ってきて、仕事を決めて、働いてくれればそれでいい。戻ってきた時いるの、ここに。いるよ、いるよ。だってどこに住むんだよ。どこに住むんだよ。違う違う、これは生活費としてもらっとくよ。それはありがたくもらっておくけど。ちょっと待って、そんなのはちょっとバカで、アスカでもおかしいって分かる。違う違う違う、それはおかしい、それはおかしい。
だから旅行まず行ってきなよ。行ってね、あれ口に合って久しぶりっつって。いいの、あって、私が。ああ、あっていい、あっていいよ、あっていいよ。それはお前の人生だから。ただその経て戻って働いてくれっていうのはこれは強く言っておかないと。それは俺は信じてるから。それはしないと思ってるから言ってんだからな。それは変なの。違う、それは絶対やらないなと思ってるからだから。私がやらない。いや、そうアレクシとはやらないと思ってるから。アレクシとはやらないと思ってるから。え、俺そんな軽い人間か。違うんだろ、うん、ほら、じゃあやらないから。やらないだろ。やらないだろ、ほら。だからそれ旅行で行ってきなさいよ。スペイン行ってきなさいよ。スペインだっけ、フランスか。フランス行ってきなさいよ。行ってくればいいよ、行って。本当にエッフェル塔でも行ってきなさいよ。一緒に来る。行かない、行かないから。行ってきていいから。戻ってきて、とりあえず。それはちょっとわかんない。私だって決めて帰ったんだから。いや、戻るくせに。決めて帰ったんだから。1ヶ月でお金は。1ヶ月で心を整理しようと思っただけ。で、戻ってくるでしょ。でも結局戻ってくるんだから。でもこれ書いた私はここに存在するわけだから。え、この書いた決心をした私。わかるよ、わかるよ。これは書いた、書いたとするでしょ。書いたからってなんの。これ出さないと、これを取ってやったら意味はないわけよ。ひどい。書いただけなの、これは。書いただけ。あの、受理をされないと、これ意味はない。ただの紙なわけ。わかるでしょ、それは。そんなに別れたくないの、私と。そうだよ。言ってんじゃん、だって。そうなんだ。言ってんじゃん、だって。そうなんだ。そうだよ。そうでしょ、ほら。だから旅行は行ってきなさいよ、いいから。いいから。ね、うん、とりあえずだから、あの、晩ご飯を作ってくださいって話だから。何食べたい。何でもいいから。分かった。